なお元気かしら、あーちゃんだよ、よいしょ、元気、コメントが書いてある、なんか遠いからコメントが遠いな、ちょっと見えなかった、さすがに遠いわな、少々お待ちくださいね、皆さん、よいしょ、これをね、こっちにしたらいいんだ、そうじゃない、うんさん、あれ カジカジの部屋が綺麗になったのよ、最近、でもこうやってどんどん汚くなっていくんですよ。本日はライブです。ソロです。ソロライブです。今日はもうその準備をずっとしてるんだけど、弦を急にじゃない、弦をね、今日変えようと思ってたんだけど、意外と遅い時間になっちゃったっていう感じ。そう、私は結構時間配分がねすごく苦手で、そうめっちゃ苦手なの、なんかこう、あ、時間なくなっちゃったとかよくやってるんですけど、まあ弦はね変えるだけなんで、そんなに難しいこっちゃないけど、あ、配信で見守っていてください。そうそうそう、よいしょ、ちょっとね、カジ島もね一人でさライブに出ることってないから、すごく緊張してるんだけど、楽しみでもありますね。歯医者なんだって。そうなんだ、歯医者って意外とね大変だよね、わかる、ん、今日聖火リレーはないよ、はい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 、今日はまだお昼とかね食べてないのでどうしようって感じです。引っかかってる。昨日夜さギターを弾きながら映画を見ながらギターを弾いていたのね。そうそうそう、なんだっけ、砕け、なんだっけ、砕け散る散った、いやー忘れたな、すごい衝撃な、映画を見てしまってもう忘れられないんだけど、沈黙シリーズはね見てないね、沈黙シリーズ見なきゃ、沈黙シリーズ本当に、みんなが教えてくれたからありがとうなんだけど、その沈黙シリーズがね、まあまあいっぱい来ますね、メッセージが、沈黙シリーズどうでしたかみたいな、砕け散った、砕け散った、じゃあ砕け散った、
砕け散った今日みたいな、なんか見せてあげるっていう、なんだっけな、はっ、こぼしてあった、クラブチッターだそうそうそう、すごい映画を見てしまった感じがすごくてですね、割とね衝撃を受けたものがあります。そう、結構ね、結構すごかったんでね、それが、ね、青春恋愛ものっぽく見せかけた、見せかけたもうサイコサスペンスみたいな感じだったんだけど、終わり方がすごかったなって、あ、そう、日本の映画で砕け散った、砕け散ったまで言ったら多分ねもう分かるんだよ、あの出てくるんだけど、ちょっと長くてさ、題名が砕け散った夜中にねずっと見てたの、でもすごかった、本当になんかもうさ忘れられなくて、私本当ここ見た、ここ最近で見た映画で一番さうわーってなった、いや面白い作品であったけどちょっと怖かったし、でもね楽しかった見てて、また暗い、めちゃめちゃ暗い映画よ、だから、まあ、暗すぎないけど、まあ暗いか、暗いか、そうだね、暗いは暗いわ、うん、暗いには変わりないやまた暗い、あ、そうそうそう、中川大志さんが出てたやつじゃないかな、なんか出演者めっちゃ豪華だし、なんかもう胸がね痛い、恋愛ものだと思って見ない方がいいですよっていう感じ、うん、いやすごいよ、なんかそう、なんでなんでっていう感じ、なんで、え、なんでっていう感じあー言いたいけど、どこも、そう、砕け散るところを見せてあげるってやつ、それもうね衝撃やったね、びっくりしちゃった、え、なんでっていうのが多分一番私の表現の中で正しいかな、写真からしてだって、あ、写真は見てなかったの、いやもう私は TikTok で面白いって流れてきたから見てみようかなって思ったんだけど、小説が多分検索なんだけど、多分小説の好きな人は映画じゃなくて小説読んだ方がいいと思うのよ、内容的にね、でもあまり本読まないよって人こそこの映画見た方がいいかもって思った、すごかったよ、なんかねやばいね、あれは恋愛ものではあるんだよ、恋愛ものではあるんだけど、なんかねすごいのは、なんでこんな思いをしなきゃいけないんだろうって感じ、なんでこんな思いしなきゃいけないんだろうっていう、やっぱね、いい人が損する世界って嫌よねっていう感じかな、嫌だった、すごく見てて、え、こう、あ、ちょっとめっちゃ面白い、花火コーナー吹いてるところ見せてあげる、それうちじゃん絶対、主演、主演絶対うちじゃないっていう、そういうそんな映画ですね、かなりコーダーしてるところを見せてあげる、
こんなに難しかったっけ、ギターの弦やるのって。あんまりこういうさ細かい作業が、得意じゃなくてですね、ちょっとずれちゃうのがきつい。これやだ、こう、これ大丈夫かな。いや大丈夫じゃないね、やばいやばい。皆さんにさ好きな映画はって聞くとさ、沈黙シリーズばっかり来るからあれだけど、カジの好きな映画にめちゃめちゃ入ってくる気がする。私この砕け散ったってやつ、砕け散った、やばい、ずっと一元で苦労している私は。と一元をいじっております。うまくいかんのよ、一元が。来た、うい、こういうことでしょ。とりあえず3個弦通せたので、あ、もう1個やっちゃおうかな。私の男とかおすすめなんだろう。あ、やばいやばい、これは違う。映画っていいよね、面白いよね。僕も今めちゃめちゃ映画にハマっちゃってる感じだよ。絶対にさ、私何かにハマってんだよね、人生。なんか飽きるまでハマるっていうよりかは、あれなの、結構次何かにハマるまでずっとハマってる感じです。カジマの性格上、ガッターガっていうヨガ、ふぃー、よいしょ、みんなすごい時間なのに見に来てくれてありがとうございます。カチがギターの弦を変えるだけの動画です。動画で配信だけど、まあ、理由としては今日ライブだからっていう、そういうことなんですが、今日ライブなんだよ。ライブだからギターの弦を変えてる感じです。なんかギターの練習するとき映画見ながらやりがちなんだよね私そう、なんか何かに集中、あ、絶対にこう、私は最初練習するときは譜面も頭に入れなきゃいけないし、指もさ正確に押さえなきゃいけないしさ、弾くのもあれでしょ、こう集中力が必要だと思うのよ。ただちょっとある程度練習してきて指も覚えてきてっていうくらいになると、私すごい力が入っちゃう
のね結構。そうそう、だからあれなのよ、ちょっと力を抜くためにもあのね、いつもね何かをやりながらギターを弾くことが多いの、テレビ見ながらとか。もう最近はずっとねギター弾くときは映画を見ながらギターを弾くことが多いです。ながら弾きですね。他の方とセッションはね今のところはないかな。ただもう今日は自分で結構いっぱい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 かもしれないですね。でもとても楽しみですよ。今日はうまくいくかな、ギターの弦巻き巻き。結構さ、私下手なんだよね、ギターの弦巻き巻きがさ。そう、結構失敗しちゃうんですよ。もう何回も巻いてるんだけどね、全然まだまだうまくできない。だからね、このね一番細いね一弦がねマジでね難しいの。よいしょ、 いける、今日はうまくいくぞ、うまくいく予感がする。よし、あれ上だね、こうだ。どうも、今日暑いからね、みんな水分いっぱい取ってくださいね、本当に。今ギターの弦を頑張ってマキマキしております。どうかな、何してました、今仕事の休憩中とかなってくるの。そうだよね、だって今12時あたりだもんね、だいぶ。おお、いい感じじゃん。え、ちょいできた。げんちゃん、ちょっともうちょい聞きたい。え、危ない、危ない危ない、弦が抜く、あどこ、ちょっと後で探す。次コナンだって、マジマックでお食事やっていいな、何食べてんの教えて。あやちゃんマック大好き芸人だから教えて。お、弦反対に巻かないのやって一回やってるからね。そう、反対に巻くの一回やってるからね。そうなんだよ、やってんのよ、やってんなってですよ。サムライマックだって。何それ、私知らないよ、何サムライマックっていうのかな。今日もウマレシジャパン弾けるだって、弾ける、いやウマレシジャパンはね誰か誕生日じゃないと、ね、弾けない誕生日の人がいたら弾けるかもしれない。
よしよしよし。違う。いい感じ。今日めっちゃいいね。え、めっちゃいいよ今日。でもそろそろさ、ギターのゲームさ、何も考えないで負けるくらいにならないの。やっぱ私は数をこなさないとダメな人間なんだよな。やっぱり。そうなんだよ。初見さん来た、すごい。嬉しい、ありがとう。梶島彩と申します。今日はこの後ソロでイベントに出演するんですけど、それで使う弾き語りで使うギターをマキマキしております。弦がそう、弦巻き中です。割と弦ってしょっちゅう変えるものなのだって、まあ、めちゃめちゃギターを弾かない時っていうのも、あの、まあ、1日1回弾くけど、こうなんだろう、お仕事でギター使わない時はそんなに頻繁に変えない。1、2ヶ月経っちゃう時も全然あるんだけど、お仕事で使うよってギターやるよってなったら2週間に1回ぐらい変えちゃう。早いかな、どうなんだろう。2週間に1回、3週間に1回、まあ1ヶ月に1回はもう確実に変えるかな。で、何もない時は2、3ヶ月放置する時もあるし。でもね、あとはまた触り心地がなんかやだなって思ったらすぐ変えちゃいますねって感じ。人それぞれなんじゃない、やっぱりギターの弦変えるのってね。合ってるよね。怖い怖い。うん、大丈夫、合ってるわ。ガタ。怖いよね、間違えちゃったかなって思っちゃう。どっちからいつも言ったっけ。じゃあ、こっちからでいいな。フィグのマシン持ってない。だって、なくてもいけるんだもん。なくてもいけるから大丈夫かなって思っちゃうね。絶対あった方が楽なんだろうな。でもね、ない、もうないって思ってないの。よいしょ、西前やと申しました。まあよしよしよし。ラッパ習ったか、どういうやたらかいカットさせてた思い出あって、ああ、私もあれやってた、あの トロンボーンやってた時めっちゃ刺してました。サラサラにするために滑りとかね。よし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 。いや、間違えたな。こっちか。え、
間違えた。これやばいかな。え、本当に間違えたんだけど。やっちゃうんだよね私本当に。これはねガチでやばいやつだね。え、本当に面白いじゃん私。ちゃんと間違えるんだね。一回ストップ。ってことは、三弦がないぞ。このままだと三弦がない。やっぱり間違えた。ちゃんと間違えるじゃん私。もう。あれ？でもそうだよな。いやそうだな。あ、間違えた。ちゃんと間違えたよ。弦買いに行かなきゃいけない気がするな。行く弦ない。あ、てかもう一個なんか私買ってた気がするな。ちょっと後で探そう。おおこうだね。やっぱちゃんと間違えるんだよね。どうしよう。嫌なんだけど。やだ、うちさ毎回弦変えるとき何かしら間違えるよね。なんで覚えられないんだろうな。うん、今日本番なのよ。もうやだ、もうどうしよう。一本弦が無駄になってしまったんですよ今。悲しいです。買いに行かないといけないじゃん。出費だ出費。出費を気にするあやちゃんですよ。本番当日に交換するのは私がいつもやってることだねよ。前日か当日。できればギリギリまでさ、変えた、ギリギリに変えたいんだよね私。今日はトロンボーンでだって。トロンボーンねやりたいよねいつか。でもさ私もう弾けないかな。でもね覚えたらいるよ。あのどうやったら吹けるか、どうやって吹けるかっていうか音階とか覚えてるし、割と得意な分野だったあの音を自分でこう吹かなきゃいけないわけじゃん。そういうのは割と得意なジャンルではあるから頑張ればね、弾けるんじゃないかなって思っております。そして弦がない。弦が一本ない。ない。弦が一本ね、ないんですよ。私がちゃんと失敗してしまったので、もう泣いちゃいそうです。本当は泣きそうです。うわ、そしてこれも取れない。これ取れないか。よいしょ。PM どうする。わちゃわちゃしない、わちゃわちゃしない。出てきた。そのわちゃわちゃしないっていう言葉もね、昨日の映画に出てくる言葉なの。
見て、いこげないの。違う違えたから、ちょっと持ってくるね。ゲームもう一個買ってた気がするな。よいしょ。あ、もう買ってないか。間違えた、買ったのはエレキだったか。エレキだ。やばい、箱木買ってないじゃん。買わなきゃじゃん。やばいよ、ピンチだよ。え、本当にやばいじゃん。ちょっと待って、残念ながら1本弦がないので、今日は買ってから向かおうと思います。じゃあ早く家出よっか。はい、ということで、皆さん家事の失敗してしまった配信になってしまったんですけど、じゃあペンチを持って向かいたいと思います。いや、もうちゃんと一本ないもん、本当に。失敗しちゃった。そう、弦さ、私ね、いつも買ってたね、近所にね、楽器屋さんがあったの。その楽器屋さんが潰れちゃってないの。だからね、近くにね、売ってないから、調達自分で頑張ってしに行かないといけないですね。はい、残念ですね。準備をしながら準備をしながら配信するわ。あら、悲しいですわ。ピエン、え、ないっけ、弦買ってた気がするんだけど。そっか、でもそうだよな、ギター、あー、エレキの弦はね、2本あって、あ、そっか、今2本あるんだみたいなことを思っていた。最近だもん、なかった。いや、絶対ないよ。うん、買いに行こう、早く買いに行こう。今日雨降るのかな。今日さ、天気予報見てなくて雨降らないよね。すごい、ギターはね、1本、そう、消耗品料は化粧品だからね、入ってないね。はあ、ペンチ持ってこ、ペンチって、あとは大丈夫だ、あとは大丈夫だね、忘れ物は。そうそうね、前髪がさ、もう今日も残念な感じだ。元気、みんな。カジワちゃん行ってくるよ。消耗品入れはだから化粧品なの。そう、綺麗にしてるから一応化粧品だからね。はい、やっぱ夕方の、そう、雨降るかな。そうだよね、カバーかけていこう。じゃあ、ガチ島行ってきたいと思います。皆さん
楽しみにしていてくれると嬉しいです。配信もよろしくね。それではって配信せーの以上です。またね。ギターはアコギちゃんは今使ってるの1本しかないので頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバイ、ありがとうみんな。またねー。